バノンの首都ベイルートにいますね。ベイルートのところ、港が向こう側から爆発事故があったところですね。ここから歩いてる距離ですけど、そこからちょっとこっちに来たところですね。で、まあこんな感じで高層ビルがいっぱいある感じですけど、まあ、この辺り大丈夫だったのかな。ここの問題になったところはまた明日以降行きますけど、今日はちょっとお腹空いて到着日なんですけどね、3時間、4時間ぐらい前に到着。 Welcome to Lebanon from Japan、yeah. Japan? America, oh, America. No, 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 Japan. I love Yamaha. Oh, yeah. Good, yeah. I love Yamaha. This is Yamaha. Oh, Yamaha, yeah. Japanese motorcycle. Hey, one lap kerja, I should be good. Oh, yeah. Oh, Yamaha. Yamaha です。One lap kerja, yeah. すごいな。こんな感じでちょっといただいてますね。ベイルト目ですね。救急車があるですね。あ、いいですね。で、ちょっとこれからね、このベイルト目で処理します。今日3時間前に到着して、ちょっと昼寝してたんですよね、疲れてね。ちょっと今から行きます。なんかなんかいい感じ。今、道路が狭いのかな。ベイルト目ですね。救急車があるですね。あ、いいですね。で、ちょっとこれからね、このベイルト目で処理します。今日3時間前に到着して、ちょっと昼寝してたんですよね、疲れてね。ちょっと今から行きます。なんかいい感じ。今ドルが少ないのかな。ちょっとカード使えるの。今からちょっとこのいろんなレスあのお店溜まってるんですけどね、まあフードコートみたいな感じか。でさっきなんかタンクの簡単ショーでちょっとそこのところ利用しようかなと思ってます。でここのところで椅子とテーブルあるんで食べる感じです。今からちょっとこのいろんなレスあのお店溜まってるんですけどね、まあフードコートみたいな感じか。でさっきなんかタンクの簡単ショーでちょっとそこのところ利用しようかなと思ってます。でここのところで椅子とテーブルあるんで食べる感じです。いい感じですね。まあホテル近いんで、まあ、ホテル近くなんでちょっと今食べてますね。ケーバーブケスパーケーバーブケーバーブタコさんはタコなんかあるんだ。あ、一応こんな感じですね。ここでもこれで頼むと感じてもあるのか。ベイルトウェイだからここのところで QR コードを寄り込んで他の店のやつも頼める感じです。もうこれで足りないと思ったんで7ドルだけど、まだ11ドルか。結構頼んだな。やっぱ結構ドル建てで高く感じるけど、まあ致し方ないですね、はい、経済破綻してるんで寄付みたいなもんですよ。キリスト教徒も結構いるんで、クリスマスのツリーがあるし、反欧米だったりするんだけど、反イスラエルだけど、こういうとこもあるんだなって感じがします。フランスの委任投資料でもありましたし。まずはこのケバブからいただきますね。ちょっと小さかったので追加ですね、タコスということで、これいただきます。これで12ドル安いやつもあったんだけど、まあ、高いやつにしてみました。なんかちょっと高めではあるなと思ったんだけど、はい、追加だから17でしょ。だから20,000何百円か、はい、まあいいっすよ、いいっすよ。レモンをかけてでこれにつけて感じた。辛い感じで、で、ビーフで、あとはチーズが、これ食べてください。美味しかったですね。はい、いろんな店あるんでよかったよ。でここでなんか達成したら仲良くなって、その人の友達みたいな人にここのお店ちょっと利用しました。2軒目はね、はい、ということでおすすめです。ここね、いろんな店たまってるんで、ベイルトウェイということで、海岸すぐ近くです。こちらがこういう感じ。
雨降ってていろいろ行こうと思ったら結構厳しい状態なんで、結構ずっと降りすぎてるんです。やんだかと思ってホテル外出たらね、雨降ってきて、でちょっともうホテルの近くのここのところにベルトウェイでモーター食事します。一回利用してるんですよね、初日にね、またちょっと他の店舗利用していきたいと思います。はい、結構いい、まあ、最近こういうの多いですね、 QR コード読み込むってことで、それぞれのやつですね、ちょっと見てみて好きなやつをここで頼む感じですかね。はい、スキャンフォーメニューです。今回はね、前と違うやつ頼もうと思って、多分 C 社も行っちゃおうかなと思ってます。 C 社で US ドル払いできるんで、ちょっと高めになるんで、だから地元の人からすると多分あんまり少し高値になるんじゃないかなって感じがするんだけど、はい、まあ、ちょっと考えてみます。フードコートっていうか、もう20ドルぐらい飲んでるから、フードコートっていうかもう高級な感じのフードコートかな。はい、いろんなのが溜まってる感じで、まとめてそこで頼める感じですね。今店員さん来てくれて、でまとめていろんなところもこう頼めるって感じなので、ここおすすめっすね。2回行きましたけどね、ちょっと雨なんで、ほんと他のところでこうでショートも雨がすごすぎて傘ないんで、まあここでちょっと2回目にしたんです。ただ今昼だけど、昼だとやってないところありまして、ね、そこのバクリって気になったんだけどやってないっていうし、なんでそこのジャンキーズフードね、ケバブがちょっとやり始めて、でこっちも閉まってて、というかベルトウェイがあって、そこ飲み物があって、で C 社ですね、いう感じです。C 社行ってますね。 C 社ということで、今回レモンミントですね、レモンミントで選びました。なんかちょっとレモンの味で、ミントでちょっとすっきりする感じかな、レモンの匂いがしますね。いい感じですが、出てきました。これが 5.5 で、こっちも 5.11 ドルぐらいで、2で13で、これで7だから20ちょっとか、だから今の言って3000円ぐらいですかね。はい、3000円ちょっとかなって感じがします。あ、タックスも含まれるから、そっか、そう、3000円ちょっとですね。はい、 US ドルで払えることできて、カードで払えるしゃよかったんだけど、まあアメリカドル持ってるんで現地のお金でいただいてます。こういう感じです。これが結構大きいですね。これで 5.5、 こっちと一緒だからね、あれですけどね。で、この C 社でいただいてますけど、こういう感じで。いただきます。ということで、ホットドッグね、かなりすごい。汚れるためにということで、これ以上スタンド。で、これです。メリークリスマス。メリークリスマス。で、これをこんな感じに助けるよ。天気ってもあって、あと少し高めだから、あんまり人が来ないのかな、地元の人はね、経済破綻してますから、こういう感じです。すごいな、雨がさ、めちゃめちゃ降ってますわ。あ、まあこんな感じでまったりしますけど、まあ今日は
どこも出ずに行かずに、この後ホテル戻ってホテルのバーでビール飲んでゆっくりします。そうですね、トルコボーイ頼みました、締めに。で締めにトルココーヒーですね、パキコーヒーということでいただきます。すごいね、締めにシーシャと、トルココーヒーですね、いただきます。もうブクブクこうやって吸うとブクブクなんで、3.35 なんでいくらぐらいで3300円とか400円とかそのくらいかな、3400円ぐらい。アルマザビールです。こちらのレバノンのビールをいただきます。